はい、皆さんこんにちは。 M 系の Q チャンネル、マサです。本日もよろしくお願いいたします。はい、本日も、全国制覇を狙いプロ野球12球団、レジェンドたちの3年間、中日ドラゴンズ、立浪選手編ということで、本日は第2話をお送りしていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。まあ、前回ね、パワープロが2023年にアップデートされて、また1から栄冠ナインを始めるというところからスタートしまして、で夏の県大会前ですねから今回第2話がスタートということで、まあ、大阪の立浪選手でやったら3年生にまさかの桑田真澄投手が来てくれたというところで、この県大会なかなかいいところまで上がれるんじゃないかなというところで、僕自身も期待してますんで、早速やっていきましょう。はい、でですね、7月1日でもう次の日が、公式戦というところで、相手は吹田高校、前評判いいというところで、まあまずは順調に勝っていけたらなとは思うんですけども、まあ、ちょっとね、ここで、ちょっと軽くだけちょっと、オーダーを変えます。1番がセンター、ごめんなさい、ファーストの二村君、チャンスメーカーなんで1番にしました。まあ、ここで塁出てくれたら一番いいかな。で、2番がピッチャー桑田、ビタビタのエース。まあ、3年生でね、この能力で来てくれてるんで、まあ、勝ってくれるんじゃないかなと。まあ、打も打てるというので2番に置きます。で、3番がショート立浪。まあ、早球 B なんで、ちょっとショートにね、いい選手がいらなかったっていうのもあって、立浪をショートで今使ってます。4番がキャッチャーの、打てるキャッチャーの竹山。ちょっと捕球がね F なんで怖いんですけども、まあその分打ってくれたらいいかなと思いますん で、サードが加賀くん。加賀くんも3年生で、まあ打てるんですけども、ちょっと捕球が少ないかなっていうところで、まあなんとかね打ってくれたら十分です。はい、でセンターが大友くん。大友くんもねミート C あって、弾道も3あるんで、ここぞでしっかり打ってくれたらなと思います。で、2番が、ごめんなさい、7番がライト山本君。これ2年生で流し打ちを持ってるんで、で弾道4あるんで、まあ一発あるんじゃないかなと思ってます。でセカンド寺内。もう寺内がね、このムード×があるんで、ちょっとね打撃陣にかなりの影響をしてるんで、外したいぐらいなんですけども、ベンチ外にやるやつがおらんと、誰もベンチ外に行けないと。で1年生にゆいくん。まあまあ1年生で星120で、まあ、そこそこ打てるかなというので入れてます。まあ、松本くんもねバッティングもいいかもしれないんですけど、まあまあとりあえずはゆいくんでやっていきます。このメンバーでやっていきますんで、でですね、速攻で火曜日なんで、ちょっとね調子の具合がわからないんですけども、一応ね、まあ、変わるんで、もしかしたら変わる可能性あるんですけども、まあ、念には念をで、桑田だけはノリノリで勝負していきたいと思います。ここでねどこまでいけるかがかなり重要になってくるんで、初戦まずはしっかり勝っていきましょう。夏の大会、大友、寺内、桑田で行きたいんですけど、ピッチャーで行くのはちょっと怖すぎるんで、大友くんで、なんで大友くんにするんで、ちょっとオーダーを変更して、大友くんを3番にして、4番立浪のタッコレでずらすような形でやっていきたいと思います。でこれ今見たら桑田が絶好調なのはかなりでかい。相手も4番ピッチャーと、ここでねワン勝負あるんで、まあ、うちの桑田がどれだけしっかり投げてくれるか、この弱小チームの中でどこまでできるかですね。地区大会1回戦の模様をお届けいたします。一塁側スイタ、まあ、うちは表や大阪、一球一瞬にかける夏が今始まろうとしています。先発メンバーはちょっとランク E で来てたけど D で来てるし、打撃と機動力があるという、まあ、うちがねしっかり打っていけたらいいんですけど、
あとは桑田がどこまで守れるか。内野ゴロ。岩本取った一塁送球。あ、惜しいな。オッケーオッケー、いいでしょう。オッケーオッケー、桑田まず抑える。立浪が公式戦初ツーベースで、これで桑田が自援護で得点取る。これ大友打ったら立浪回る。オッケー、ナイス。はい、エラー。走れ走れ。三塁からは無理ね。オッケーオッケー、いいでしょう。いいバッティングを見せました。立浪回、まあーここは自動でやってくれる。で1点返されての寺内ね。ここはちょっとミートで打たせよう。打ちました、ショートの左。これはゲッツーは避けたい。セカンドフォースアウト。オッケーオッケー、ナイス。ダブルプレーはなりません。大阪。さあここでユイ。いやもうここね、チャンスあげます。チャンス A でお任せで打ってこい。タイム待て。オッケー、オッケー、いいよ。オッケー、フォアボール。さあここで満塁で田村、ラッキーボーイ、チャンスあげる。打てる、お任せで。え、入る入らないけど変直。いや、かなりでかい2点勝ち越し。今日初めてのヒットになりました。いや、チャンス A 上げてよかった。さあここで桑田、さらに転がせて絶対打てる、お前なら。ナイスバッティング。さあこれで4対1。桑田タイムリー。これで今日は3、ここでバッターは3番大友。ランナー1塁3塁となりました。大友流そう。もう少々いいよ。空振り三振。ここは三振ね、しょうがない。立浪も打てない。あ、ここで初めてノーアウト1、3塁の大ピンチを迎える。ここね、とりあえず1点取られてもいいんですけど、守りに行く野球でいきましょう。外のボール引っ掛けた。ちょっと厳しい。オッケーオッケー、危ない危ない。オッケーオッケー、いいでしょう。2点に縮めました。先ほどいいです。とりあえずここの相手チームもそこそこ打撃能力があるので。インコースのボール、危ない危ない危ない。ファール。打ってくるんよ。縦の OK、 ナイス。バッターは2年生小池、今日はレッドフライト。セカ打った、アルボール。ここしっかり守ろう。打ちました。 OK、 取れる。ゆいくん OK、 ナイス。スリーアウトになります。6回までが、だから結構桑田でも能力いいんですけど、そんなめちゃくちゃ強いってわけじゃないんで、まあ、確かに強いんですよ。強いんですけど、まあ、変化球とかもほぼほぼ1-1-1-3なんで、めっちゃ強いってわけじゃないんで、どんどん点取っていかないと負けちゃうんですよね。打ちました。OK、ナイス。さらに伸びていく。はい、ナイスバッティング。さすが。打撃も、まあ、打撃もね、高校生の時からこうかなり好きで非凡なものがあるというふうに言われてましたんでね。さすが桑田選手、打ってくれましたね。さあここで大友しっかり塁だよ。ここ出ない。ちょっと立浪をね、やりたいんですけどね。立浪に回ってこない。立浪ヒット打つ。ちょっとね、竹山くん出てないですね。はい、ナイスバッティング。そうそうそう、うちの竹山は打つキャッチャー、打つ捕手なんでね、言ってたら打ってくれましたね。素晴らしい一発をベンチも。いやいや、桑田くんをしっかり援護してくれてますね、正捕手が。これもう6点差なってるんで、あと1点取ったらコールドというところで、また打つ。加賀、ナイスバッティングです。ここで山本パワーヒッターになる。パワーヒッターなることができるか。流し打ち、パワーヒッター行こう。一発いいよ、いいよ。高
打たないのかい。3年生寺内。寺内、お前のせいでムード悪くなってるからな、チームは。ちょっと待って、一回見よう。はい、今のストライク？はい、フォアボール。寺本、すでにバッターは1。オッケー。ここでゆいくん。ゆいくんはお任せ。しました。はい、ナイスバッティング。センターバックホーム。満塁。ゆい、いいバッティングを見せました。ここで二村。二村がね、満塁でフェンス直撃のツーベース。ツーベース？打ってくれたおかげで。かなり試合が楽になる。そこ桑田はもうノリノリで抑える。大阪。さあここで桑田は今日4打点も上げてるの。さあ1本もう1本出よう。はい、抜け、これは抜けない。おしおしおし、いいでしょう。ランナーはありません。バッターは3年生大友。今日はここまで4打数1安打1三振。ここで大友ね、1本出たらいいんですけどね。まあまあ出ない。これで2アウト、ランナーありません。バッターは1年生立つ。さあここで立浪。立浪のテーマ曲は You are struggling。 一発期待しております。立浪先生全然ダメ。ここで桑田が抑えるも、ツーアウトでランナー出す。いらない失点はいいんで、しっかりここね抑えて。見逃す。はい。最終回ね、ちょっといろんな選手を出していきたいんで、ちょっと斉藤くんはちょっと出せないですね。松本くん、鈴木くんは出したいんで、とりあえず2アウトまでは桑田でいきます。打ちました。はい、取れる。掴みました。オッケー。これでバンジね、守備がかなり弱いんで、ちょっとした小フライも怖いんですよ。打った。オッケー。でまた地方球場なんでね、カキーンっていったらホームラン入るんで。打ちました。うおー、こういうのこういうの。スタンドに入りました。ファール。言ってた、打つからね、カキーンってほら。外角。オッケー、ナイス。バッターは3年生。ここで2アウトなったんで、ピッチャーを。ここはどうしても抑えたい場面。鈴木くんでいこうか。桑田。で守備をどんどん変えていきます。でショート、立浪は出しときたいんで外野で、ショート。でキャッチャーは先に出して、サードはもしもう本当に弱いやつばっかりやな。これで、まあ、これでほぼ全員出た。でやっぱりね、あの前回もこう言ってたんですけど、試合に出さないとやっぱ信頼度も上がらないですし、能力も上がりやすくなるんで、絶対に出すように。2回目の伝令を送ります。いけ、こうだ。マウンドに選手が集まっています。ちゃんと読書をしましょう。さあ、持ち前の背負いを発揮するのか。鈴木が最後しっかり押さえてくれたらもう万々歳ですね。打ちました。あっと引っ掛けた。はい、はい、 OK。 うまくさばいています。はい、初戦突破。まずは、なんとかね、ちょっと2点取られた時はヒヤッとはしたんですけども、しっかりだが打ってくれて、打つべき人がホームランも打って、桑田もホームラン、竹山も投げ打ったと。桑田が打って投げての活躍ということで、まずは初戦突破、まあ、信頼度が上がる上がる、まあ、特に3年生はね最後かなり上がりやすいんで、まあまあそれは普通なんですけどね。いや、なんとかね初戦は突破できてよかったですね。今あのずーっとベーって流したんですけど、これですね、スクラップブック、まあ、初勝利おめでとうということで、まあ、公式戦初勝利ということで8対2で勝ったということで、まあ、なんとかね初戦は突破したんで、次の対戦相手、はい、D
まあちょっと強いかもしれない D ですね。まあ、あのまだ曜日の火曜日が来てないんで、桑田がノリノリなんで好調以上で来てくれたらうちにもまだチャンスはあるかな。いや立浪のテンションダメダメにするのはダメ。いやちょっとこれお褒めの言葉1個しかないんよね。何してるん本当に。あのちょっとあのごめんなさい、全然変わるけどこれ使っときます。いやちょっと迷うな。でもねここ勝ったら次火曜日があるんで、でも火曜日赤マスやから結局止まれないから、いやちょっとね立浪使いますわ。はいノリノリ、これで勝負いきます。さあちょっとここがかなりの勝負どころにはなってくるんですけども、立浪寺内加賀、立浪です。桑田は好調、これはでかい。相手ピッチャー普通ね、オッケーオッケー、いいでしょう。んーまあまあどういう風な形になるか相手のランク次第ですね。これ D と言ってて上乗せで C とかできたらちょっと今のチームでは歯が立たないような気がする。地区大会2回戦の模様をお届けいたします。完全に桑田観客に見送られて、なんかちょっと転生おるぞ。さあ一球一瞬に思いを込めて間もなくプレイボールです。この4番の松山転生じゃないのかな。さあ先制のチャンスを迎えました。かっこいい登場できましたね。バッターは1年生立浪くん。マウンド上ピッチャー、まずピッチャーは、まあ、コントロールは良くないと思うので、あーやっぱり転生ですね。この顔が転生ですもんね。松山秀明さん、ちょっとどこの人かはご存知はないんですけど、まあでもね戦力さっき見たんですけど D なんで、まあ、ちょっと打撃力が強いんですけど投手力が低いんで、その辺をついてやっていきましょう。センター返しで第9ノリノリにお褒めの言葉をあげた成果を出してくれ。ナイス。あー取られる。うまいな。うん、なんとか守りきる。オッケー。ワンアウト二三塁でバッター立浪打てるよ。うん、これは犠牲フライいけるか。オッケー、ナイス。まずは1点。いや大事よ、まず先制点ね。もう1点入る。そして桑田がなんとか好投を見せる。初めてのピンチ。いやもうここはもう持ち前の強心臓が力を、はい、ピンチ上げて守りに入ると。これねうちのチームね、オッケーいける。セカンド、はい立浪球速い。いやうちのチームね今あの守備が弱いんでゲッツーが取れないんですよって言おうとしてたらゲッツー取ってくれましたね。ナイスゲッツー。これ立浪、はいナイスバッティング。ランナー出る。この中盤に1点欲しいよ。もう1本打つ。ここはバントです。いいよ。いやもうどうやったらそこからそんな真上にピョンって上がんの。いやここはちょっとねバントして、スクイズの予定やったんですよ。はいナイスバッティング。オッケーオッケー。大友いいバッティングを見せました。ここで満塁、ラッキーボーイ、ラッキーボーイの本領を発揮してほしい。チャンス上げての絶好調の山本、打てるよ絶対打てる。お前なら空振り三振。なんでチャンス A の意味を返せ。俺のチャンス A を寺内頼むぞ。打てない。
取りました。これで3アウト。いや、ここの1点入れへんかったんがなんか尾を引きそうな感じで怖いんですよね。まあ、とりあえずはワンアウト取れてるんでしっかりワンアウト打っていこう。右横の方いける。サード加賀アウト。気迫を見せましたが、ここ、そう、これで2アウト。初球を打ちました。うん、打たれる。抜けた。いや、これ変えられる。オッケーオッケー、セーフセーフ。大橋ナイスバッティングです。大阪ランナー1、3塁。ここは5の打たせて取れています。オッケーよ、三振でもいい。ナイスナイス、打たせて取れ。いいですね。10本ヒット打ってるけどもなんとかゼロで抑えてるという。これフォアボール。これあのね、桑田ポーカーフェイスなんで一応励ましておきます。まあ、一応ねスタミナは A あるんですけども、もうね、うちは桑田頼みなんで桑田が打たれたらもうおしまいなんでね。いや、危ない危ない、こういうのがあるんや。オッケー、取れる。はい、ナイスバッティング。ナイスバッティング、ナイスキャッチ。これでだから地方球場ってあんまりパワー強くなくてもカキーンとか言って打っちゃうんで、そういうのがすごい怖いんですよね。オッケー、いいよ。打ちました。オッケー、上田でいこう。そうそうそう、守備うまいからね。アウト、スリーアウトチェンジ。いや、なんとか抑えた。この回立浪から絶対にこの回いってほしい。立浪頼むぞ。打ちました。鈍いの。走れ。一塁送球。アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。さあ、ここで香川に出る。ここはしっかりつないでなんとか点取れたら。打ちました。うん、いいよいいよ。ストレート、うーん、三振ね。オッケーオッケー、いいでしょう。さあ、最終回ここはもう大阪ちょっとあの控えの選手出せないんで、大阪このまま守りに入ります。取れる、取れないのかい。守備上げた意味を。藤井、いいバッティング。バッターは1年生岡本。ここで岡本1年生でしかも全然打ってない。うちの桑田からヒット打てるわけないやろ。はい、ゲッツ。オッケー、はい、ナイス。いや、これいいですね。ちょっとこれランナーなくなったんで、ちょっともしかしたらまたあのそれやったら負けるよとか言われそうなんですけど、やっぱりちょっと出すことが大事なんで選手を出していきます。ちょっとねピッチャーの鈴木はちょっと出せないんで、これで出した手にします。このキャッチャーでも出たことになるんで信頼度は一応ちょっと上がると、斉藤も出すと、でキャッチャーが最後土田で、これであの僕は毎回信頼度を上げてなんとか試合に勝ってる。これでももうほとんど主力を下ろしたんで、このあと桑田が同点にされたらあの負けます。あの、はい、ナイス。まあ勝ったんですけど、僕一回これで大逆転負けしたことあるんで、あのちょっとリスキーなんですけど、でもそれでもねやっぱ試合数が少ない今なかなか勝てない中ではこのやり方がかなりキーポイントになってくるんで、ちょっと多少のリスクはこんだけ2点差あるんでしたらやった方がいいかもしれないですね。まあでもね、この試合は桑田がね11安打打たれながらも無失点で抑えるという好投を見せてくれましたね。はい、桑田スプリット上がる。まあ、他の選手もまあ信頼度がかなり上がってきたと。はい、ここでそこそこに上がる。オッケーオッケー、ここでそこそこに上がってくれたんで、ちょっと1と3しかなかったんでどうしようかなと思ってたんですけど、これ2が出てきてくれたんで七夕、甲子園に出場したい。オッケー、このあと
次の対戦相手、はい、あ、淀川いい。ちょっとくじ運がかなりこっちの風向いてきましたね。まあいいなんですけど、どれぐらいの力で来るかはまだちょっと未知数なんですけど、でここ次の日が火曜日で調子が変わるんで、そこがどうなのかもあるんですけども、やっていきましょう。さあ3回戦、桑田、二村、寺内というところで二村でいきます。桑田が好調、これはでかい。まあ、ピッチャーも相手2年生なんで、まあ、そんなに強くないんじゃないですか。まあ、まあなんとか桑田が火曜日を超えて好調のままなんで、この試合3回戦をものにしたいですね。地区大会3回戦の模様をお届けいたします。さあうち高校なんでそれもでかい。三塁側淀川、観客に見送られて守りに散りました。さあ3回戦転生はいないのかな、まあ、相手、あ、ビタビタのいいね、ビタビタのいい、ありがとう。左の1回の裏、ちょっと見てみましょうか。大阪攻撃に入ります。先頭バッターは、まあまあまあピッチャーはそこそこのやつと、まあ、そこそこというか大したことないですね。まあ転生はいないような感じですね。いいでしょう。ピッチャーも松本くん、稲村くん、野口くんといけますね。しっかり点取って勝っていきましょう。はい、打ちました。ピッチャーが、うん、いける。いこれ取られる、うまいな。これでワンアウト、ランナーはありません。弱小にしちゃうまいな。立浪も桑田も打たない。 OKOK、オートで1点取ってくれる。大阪、さあここでチャンスメーカーの北村、これ二村くんね、一応今打ち気ではあるんですけど、打ち気であの地方球場の魔物をついてるんですけど、あの使いませんので。さあこれ北村、そうなんですよ、これがチャンスメーカーなんですよね。ランナーいない状態で先頭打者やったらこうやって打力が上がるけど、後続が全然打たない。下位打線がなぜかめっちゃ打つ。打てる寺内、アウトコース、打たない。監督が見てたら打たない。どういうチームやこれ。ゆう、打てよ。抜けない、うまいな。生田ファインプレーを見せました。スリーアウトチェン、抜けてもいいのに。ただ桑田がめちゃめちゃ好投してる。このピッチャーにちょっと1点しか取れてないのはちょっとね、いただけないですね。まあ、できればね、もしかしたら、まあ、コールド勝ちするかなぐらいの気持ちでおったんですけど、あの戦力グラフ見るとね、いやいやこうなってくるんよ、流れ悪くなってくると。さあ持ち前の気迫で相手を威圧して、打ちました。1、2塁か、ゲッツ取れる。ここで立浪の肩、うん、それでも無理ね、やっぱり。ダブルプレーな、いやここしっかり手守ろう。いいよ、三振、はい、ナイスピッチ。いやさすが我がエース桑田。下位打線でピンチャンスなんですけど、ここで絶対に点が欲しい。相手を威圧していきます。寺内打てよ。外のボール球、うーん、ゲッツーは避けたい。セカンドフォースアウト、いやゲッツーなるんかい。うちは相手はならんのに。お、さあここでランナー出て、初球打って落ちる、前に出る、取りました。中継、まあ、まあここでランナー出てる状態で桑田立浪を迎えるんで、桑田に引っ張り、転がそう、塁出して、いい当たりすぎる、アウト、ゲッツー。ちょっとね、前回はうちがかなり守りきったんですけど、今回は逆に相手にめちゃくちゃ守りきられるという。
球。もう完全に桑田頼みになってますね。打ちました。これはオッケー。しかにな、はい、オッケー。スリーアウトチェンジ。これでなんと桑田が毎回ランナー背負うどもをなんとか抑えてくれてると。いや、お前ら桑田の本当に答えんかい。危ない、またゲッツーになるとこやったよ。さあ、持ち前のファイトが前面に出てきました。初球、オッケー、ナイス、オッケー。抜けた。中継。さあ、ここで1、2塁でチャンスで山本、ラッキーボーイ。ラッキーボーイの本領を発揮することができるか。センター返し、初球出て、いい、抜ける。この1点はかなり貴重。もう1点返れる？無理ね。オッケーオッケー、いいでしょう。2対0。さあ、追加点のチャンスにバッター、寺内絶対打てよ。お前2回三振と併殺してるからな。低めのボール、うーん、打たない。ボールを取る。いや、まあしょうがない。 OK。 さあ、これ最終回桑田、まあ、ここはいつも通り励ます、盛り上げる、褒めまくる、この3点セットで最終回を桑田が絶対に抑えれるように。打ちました。いいよ。まあでもね、ちょっとさっきの打ちました。オッケー、ナイス。守備は上手くなってると。アウト。さっきの8回の裏の1点はかなりでかい。もう桑田が高騰しすぎて、もう防御率 0.69 ですもん。ライト前進。これで2アウト。勝利目前。右バッター。ここでなんかえらい目元がなんかめちゃくちゃ男前のやつ来たんですけど、ここでちょっと変えていきます。で、土田の方が守備うまいんで、まずはこれで。で、松本。で、一回これで。さあ、守備で、斉藤くん出して、斉藤くん左利きやからキャッチャーミット左になってる。鈴木出しての、これで最後に土田を出したら全員出たと。さあ、さあ完封まであと1人。はい、ちょっとちょっと取れるよ、いける。はい、ナイス、3回戦突破。ゲームセット、大阪、これでベスト8進出。いや、なんとか3回戦突破してベスト8と。これね、前回落ち合い編で3回戦、まあその秋田はちょっと試合数が少ないんで、もう3回戦が準々決勝やったんですけど、いや、準々決勝を突破したことがなかったんですよね。なんでまあまあちょっとね、くじ運にも恵まれてるというところはあるんですけども、こんだけ試合にで勝ててるというのはかなり。おい、何してんねん。もうちょっと、ちょっと待って、加賀くんって、加賀くんってレギュラーじゃないの？もうサードの加賀くん、ちょっとロックしてもらって。何してんの本当に、レギュラー陣を傷つけるな。あー、エース桑田が完封。さあ次、準々決勝。はい、富田林義塾、前評判は C ということで、まあ、桑田がまだノリノリなので、桑田がどこまで抑えてくれるかがミソになりますね、準々決勝。まあちょっとね、まだ始まったばかりのランク C に対してはかなり厳しいかもしれないですが、まあ立浪でいって勝負に行きましょう。相手もピッチャーは好調やと、こっちも桑田は絶好調やと。勝負の場は整いましたね。準々決勝大阪府大会。
今日が終わればベスト4が決まるということになります。地区大会準々決勝の模様をお届けいたします。一塁側大阪、三塁側富田林。甲子園大会へ向けいよいよ正念場を迎えました。さあ準々決勝、ビタビタの C、まあ、ちょっと打撃力が強い、なんかすごいやつおるぞ。一人最初にいきなり取られる。大阪同点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面でバッターは1年生勝浪。ピッチャーも変化球ビタビタやな。ナイスバッティング。取れる。オッケーオッケー。立浪1、3塁1点取ろう。オッケー1点取った。ケクワタがなんとか粘りのピッチング見せる。さあもう一度立浪。いやこれはいかないか。オッケー、いいでしょう。これで2アウト、ランナーありません。桑田がなんとか抑えてるけど、ここでノーアウト2塁はきつい。いやこれタイピンチ上げます。タイピンチ A ね。オッケー、打たれ強さ A。 打ちました。サードいかれる。寺内軽快な守備を見せました。そしてね、なんかこいつがねバケモン級に打ってるんですよね。強いな。ちょっと低め中心で勝負いきましょう。打ちそうやな。ちょっと打たれる。大阪リードを奪われました。2対1。まあしょうがない、ちょっといいバッターやったんで、まあちょっと賭けではあったんですけど、前進守備でまだまだいける。まだ1点差。立浪一発。これは伸びが足りない。ちょっとまだパワーがないのか立浪。これで2アウト。いや桑田頑張ってるよ。そこで、さあ相手投手を威圧していきます。ゆい君もあんまり打てないんで、ここは威圧感で勝負します。寺内さん、ゲッツーはやめて。セーフ。一塁はセーフ。 OK、 ランナー三塁おる。ここで強心臓、強心臓のゆい、お任せでお願いします。打ちました。ファール。ストライク。三振。ここで二村がチャンスメーカーで塁出る。送りバントしようと思ったらジョックロックかかる。ジョックロックの場面ではバント禁止。ただ桑田は打てる。任せた。センター返し。初球を打った。ナイスバッティング。帰っては来れない。足すごく遅い。ナイスバッティングです。大阪。さあここで立浪、持ち前の熱血がすることになるのか。パワー A、 流し打ち6。男になる瞬間が来たと立浪。これは落ちる。同点。ついに同点に追いつきました。いやナイスバッティング。先ほどの同点の場面です。いやいいですね、技ありのヒット。ノーアウト。ここは本当だったら絶対にバントしたいけどできない。ジョックロックかかってるんで流し打ちです。 OK、 いいよ。これ桑田がサード行く。十分。加賀、腰を痛めた加賀。もう絶対スクイズですもんね。ここ引っ張れ、引っ張りの5を信じるから。これは引っ掛けた。ダメ。これで OK、 いいよ。畳みかけるぞ。さあ持ち前のファイトが前面に出てきました。センター返し頼む。大友いったか。ナイス待って。まさかのスリーラン。レフトスタンドへ吸い込まれていった。
いや、ここで出る大友くんのスリーラン。いや、2位と C で弾道4なんですよ、大友。この3点はかなりでかい。さあ、ここしっかり守っていこう。とりあえず1回励まします。で1で2アウトなんで、ここしっかり、ここゼロで抑えたらマジである。 OK、 アウト、ナイス。さあ最終回、いや、まだチャンスあるよ。もう1点取ろう。ピッチャー変わってる。いやいや、いいな、欲しいな、いいピッチャーだな。伸び B に切れ丸って、お前らこれ使ったら瞬殺やぞ。まあでもこうやって地方球場の魔物を使ってこうランク C とかを撃破するんでしょうね。じゃないとほら、もうこうやってもう月配月で終わります。3アウトチェンジ。最終回まで来た、盛り上げる。いや、この試合はちょっと3点差あるんですけど、ちょっとね、他の控え選手をちょっと出しにくいですね。こうなるんで、こうなるんですよ。ちょっとね、これはマジでやり、あの控え選手を出したらマジで逆転される。うん、こうなるんですよね。ちょっと待って、やばい。池田、ナイスバッティングです。これもうでももう一丁盛り上げるしかできんから、で延長入ったら1回に1個ずつできるんで。 OK、 ナイス。いや、いい当たりでしたけど、ラッキーパンチ。いいバッターだな。全にナイス。試合終了。いや、準々決勝突破。いや、初めての夏の大会、なんと準々決勝突破。いやいやいや、残念でしょう、こんな弱いチームに負けて。まあでもね、うちは大エースがいるんでね。いや、桑田様様ですね。まあまあ、あ、いや、いいですね、立浪対、チャンス C 打ったからね、あそこの場面で同点タイムリー。いや、桑田もめちゃめちゃ信頼上がる。いや、ここで桑田超ノリノリ。ただ火曜日があるんで、ちょっとここで超ノリノリが変わる可能性はあるんですけど。さあ、ここの対戦相手かなり重要。はい、え、道頓堀商業ランク D。 いや、めちゃくちゃくじ運いい。わ、桑田が普通になってる。普通、超ノリノリから普通まで落とされとる。香川ダメダメ。これがちょっとね厳しいんですけど、いや、初のベスト4進出ね。いや、でもこれこのままいきます。もうないんで、あの立浪に使ってしまったんで、お褒めの言葉がないんで、このまま勝負しに行きます。準決勝、道頓堀商業。さあ、大友、二村、立浪です。ちょっとね、加賀くんのこれはきついっすけど、サードがオール F しかいないんですよ。あ、立浪を出せるんですけど、いや、ちょっと厳しいな。これでちょっと打順下げていきましょうか。ただ桑田が好調で来てくれてるんで、いけますねこれ。いや、相手がランク D のちゃんとした D で来てくれたらまだ競れる。ちょっと C とかで来てくれる、来たらかなり危ない予想はできるんです。一つ一つ勝利を積み重ね、ようやくたどり着いた準決勝の舞台、地区大会準決勝の模様をお届けいたします。一塁側大阪、ここでまた内が高校っていうのもかなり突きがある。ここで勝てば決勝戦、甲子園大会が見えてまいります。いや、ちょっと強い C だな。ビタビタに強い C やな。1点取られる。バッターは立浪。
マウンド上ピッチャーは。しかもね、この準決勝から球場が広くなるんで、ラッキーパンチホームランがなくなるんですよ。それでも頑張って桑田が抑えてる。ただ内が全然打たない。まあまあそんなにいいピッチャーじゃないんですけどね。さっきの富田林義塾の方が打線というか、あのバッター陣は強かったイメージありますね。ピッチャー陣から。さあここはセンター返し。いや落ちない。でもこれ走れる。ナイスいいでしょう。ナイス。ファーストランナーもセカンド行く。コトルイ大チャンスでユイ。いやもうここはチャンス使う。打てよ。ナイスバッティング。ここでランナーは帰れないけども同点。チャンス A にした回あり。いやもうねこれ使いたいですよね皆さん。もうね出さんといてほしい。もうそれやったら揺さぶるとかそっち系くれ。オッケー。振り逃げ。危ねえ。ランナー満塁で桑田。いや流そう。流し打ち打ってくれ桑田。頼むぞ。ナイスバッティン。さあここで勝ち越しで大チャンスで立浪。そして流し打ち満塁男の立浪。ここは勝負です。熱血です。センター返しで立浪しっかり打ってくれ。いい当たりですけどもここはアウト。ここでタイムリー欲しかったな。ここでローアウトランナー2塁にピンチを迎える。ここでもう先勝に励ます使っとく。さあ相手を威圧する投球ができるか。これね多分ねランナー1塁とかなんですけど、やっぱりうちキャッチャーが弱いんでやっぱ走られちゃうんですよね。しょうがないんですけどね。1塁送球アウト。 OK ワンアウト。最悪1点取られてもいい。1点だけにしたらまだチャンスある。OK。 そうセカンドから1塁送球。いやうちね守備めちゃくちゃ弱いんですけど頑張ってますね。こいつなんか強そうやな。強いな。パワー B ね。 OKOK いいでしょう。打たせて取ろう。初球を打ちました。ライト前進。ちゃんと取れよ。はいナイス。さあノーアウト2塁のピンチを抑える。1塁でプタムラとりあえず転がそう。これねワンアウトノーアウトやった。いや出せセーフ。ちょっと惜しかったね。オッケーオッケーいいでしょう。桑田が出たらチャンスで立浪回る。ナイスバッティング。いや桑田いいね本当に。桑田ナイスバッティングです。立浪、まあ、さっき打ってないんやからな。初球打った。いい当たりなんですけどね。アウトショートがうまい。そこでランナー一塁でピンチで回ってくる。でまたね8回が1番っていう高打順っていうのが怖いですよね。タッチセーフ。ナイスピッチ。2年生杉本今日はここまで3打数の打たせて取りでいいです。タッチはセーフ。2番杉本。オッケー。タッチセーフ。いいよ。打ちました。オッケー。しっかりな送球も。1塁をくる。アウト。ナイス。危ねえ。いや今のあの
加賀じゃなくてオール F の岡部だったら絶対あのセーフやったんで、やっぱ加賀出しといてよかったですね。ここはさあファイトを前面に押し出したバッティングをしてほしい。あのね、送りバントです。初球を振ってきました。ピッチャーが左へ、ナイス、走れ走れ走れ、アウト、うん、アウトね、ちょっと惜しいね。さあラッキーボーイの本領を発揮してほしい。ここで山本、流し打ちアベレージヒットあるんで絶対に二塁で打ちました。三遊間のゴロ、うわー、うまいな、走れ、アウト、これでツーアウト。その守備力うちにも欲しい。さあ持ち前の気迫で相手を威圧、さあここはアウト。ここで最終回2対1で、いつも通り守備を盛り上げる、そして褒めまくる、絶好調。うん、打たれる、ちょっと先頭ランナー出す、先頭バッター出すん怖いな。そしてめちゃくちゃ壊す、打つ雰囲気抜群の生駒、打つ、センターからサードへ、生駒ナイスバッティングです。いや、かなり厳しいなこれ。引っ張った、いやー打たれる、ここで中継、大阪最終回で追いつかれます。最終回で打たれる3連打、いやもう1点もあげれん。三振、うん、危ねえ、ファーボール、うー、ファーボールね、ファーボールね、オッケーオッケー、いいでしょう。これで打ちました、うまい、ホームだ、絶対にホームだ。痛烈な振り、センター下がった、ワンバウンド、ヒット、中継、最終回まで粘ったんですけどね。大阪なおもピンチが続きます。ピンチヒッターは小原。さあキャッチャーがマウンドへ駆け寄ります。間合いを取っていきます。いやーちょっとね、ここまで来たんで、あーダメだ、これは一気に厳しい。道頓堀この回5点目、6対2。いやちょっと最終回もうちょっとめった打ちスタイルやな。自分でベースを決めよう。でも佐藤いい当たりでしたがファーストゴロに終わっています。こんだけ打たれてるけどまだ4点差と考えましょう。インコース引っ張った、ライトラック、うん、5点差になりました。道頓堀さらに1点追加。いや今までどうやって抑えてきたの桑田は。大阪なおもピンチ、バッターは2年生杉本。ボールまで飛んで取りました。ランナー二塁に戻ります。これで打ちました、当たりすぐ、ここから5点差、桑田取ってアウト、スリーアウトチェンジ、なんとか5点差を逆転したい。さあ持ち前のファイトが前面に出てきました。こういう選手を出すしかないんですよ。ナイスバッティング、取りました、取られる、これでワンアウト、ランナーはありません。左バッター、いい、打った、1、2塁、うん、オッケー、ナイスバッティング、オッケー、まずはランナー出る、ゆい、いいバッティング。さあ、二村、このね、これ使ったらまだ勝負になるかもしれないですけど、ゲッツなる、頑張れ、あー最後終了です。大阪あと一歩及ばず、ここで敗退です。残念ながら準決勝戦で敗れ、まあでもね、まあ、桑田のおかげではあるんですけども、まあなんとか準決勝まで来れたと。まあ最後ね、最終回にこんだけ点取られてまくられるとは思わなかったんですけど、まあ、最終回にめった打ちにあって負けたというところで、いや実に惜しかったです。
いや、よく頑張りました桑田くん。まあ、セーブしましょうか、最初なんでね。しません。山本、土田、鈴木というところで、まあ山本にしましょうか。まあ打撃タイプでいきましょう。まあそれで、まあ一マスだけ進んで、そうですね、このスクラップブックを見ていきましょう。チャンスで、寺内問題ね。あとはでもね、満塁でちょっとね、立浪とかも打てなかったんで、そこがもしかしたら敗因なのかなとは思いますけど、まあ、それでもね、初めての夏の県大会で、まあ、1,2,3,4,5 回戦、準決勝まで行けたというところで、まあ、頑張ったチームを褒めてあげたいなとは思いますね。でまたね、次回、まあ、ちょっと桑田がいなくなって新チーム大丈夫って皆さん思うとは思うんですけども、まあ、こっからね、また新たなチームで、新チームでまた秋春と頑張っていきますんで、皆さんまたこの中日ドラゴンズ立浪編を楽しみにしておいていただけたらなと思います。まあ、今回ね、まあ、約これ1時間ぐらいできたんで、おこう見る前に1時間あるから、あそこそこ勝ったんかなっていうのは、まあまあ思ってもらえたらいいかなと思うんですけど、またね、どんどん毎日、できるだけ毎日ね、できない日はあるんですけど配信していきますんで、高評価、またチャンネル登録の方よろしくお願いします。もうそれを励みに頑張ってます。でまたコメントであったりで、インスタじゃあります、ごめんなさい、YouTube の概要欄のところに僕のインスタのリンク貼り付けてますんで、そこから入ってもらってメッセージ直接いただいてもいいですし、フォローしてもらったらいついつ投稿しますっていうのをいつも上げてるんで、また見ていただけたらなとは思いますんで、また今後とも MK の90チャンネルのマサをよろしくお願いいたします。それではですね、夏の県大会準決勝で敗退というところでしたけども、まあ、なかなか初っ端の大会にしては良かったんじゃないかなというところで締めさせていただきます。それではまた次の配信でお会いしましょう。発信はマサでした。以上。